最近流行りの秘境に行ってみたい、そう言って車を走らせたら、なんとほぼ360度川に囲まれた変わった陸地を発見。人口わずか9名という本物の秘境だが、展望台があるその対岸はさらに変わった秘境。なんと村全体が飛び地というぶっ飛んだ場所なんです。いろんな場所もあるもんだと車をさらに進めると、なんと突然渓谷のど真ん中で高架橋が行き止まり、調べたら最低でも20年間はこのままとなる立派な高架橋。ナタでぶった切られたような断面をしているが、それも後にしてドライブを続けると、いつまで経っても同じ村を延々と走り続けることになる。それもそのはず、日本最大の村を縦断しているのだから。せっかくだから村人が作った日本一の吊り橋でも渡ってみるかとチャレンジしたら、あまりの高さと揺れで怖がっているのを通行人に笑われる。今回は国道425号シリーズの最終話として、国道168号の七色高架橋や谷瀬の吊り橋などについて簡単に紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、地元の人でもない限り地名の読み方、イントネーションなどは限界があります。気をつけてありますがご理解ください。孤島のような集落、このどこからも行けない360度川に囲まれたような場所は、三重県にある木津呂集落といいます。ここは紀伊半島の奥地、ちょうど奈良県と三重県、和歌山県の3県が交わる県境の場所です。紀伊山地の深い渓谷にあるため、川が曲がりくねっていて、このような風景が生まれたのです。たったの人口9名という秘境ですが、この馬の蹄のような場所を望むには対岸の和歌山県から見ないといけません。しかし、その和歌山県の村は日本唯一の村全体が飛び地という北山村です。そのため、三重県の秘境を眺めるのに奈良県を通って和歌山県の山を登るというちょっとよくわかんないことになります。そんな北山村はもともと国道が通っていませんでした。っていうか、道がそもそもありませんでした。そこで1975年に紀伊半島を縦断していた国道169号のルートを北山村経由にして、国道をわざわざ開かずの国道にして、国が道路建設をすることにしました。そうしてできたのが3話でも紹介した国道169号のバイパス、奥トロ道路です。現在も建設中の国道バイパスですが、それは同じ紀伊半島を縦断する国道168号も同じでした。しかもこちらは規模がでかいです。なんと最終的に京奈和自動車道と連絡して、京都から和歌山の新宮まで合計190キロの巨大連続バイパスを作ろうとしているんです。そしてどうやら途中に未完成の高架橋があるらしいとのこと、行ってみることにしました。ぶった切られた高架橋、紀伊半島を縦断して京都と太平洋をミニ高速道路でつなごうという計画は五条新宮道路といいます。もともとここには国道168号という国道が通っていました。ただこの国道、めちゃくちゃカーブが多い山岳道路です。紀伊半島の内陸部、山岳部が発展しないことの一つに、アクセスがかなり悪いという問題がありました。そういった問題を解決しようと計画したのがこの五条新宮道路でした。特に琵琶湖と同じ広さがある日本最大の村、十津川村はこのスーパーバイパスの恩恵を一番受けます。そんな十津川村には熊野川、十津川という大きな川が村を縦断しています。当然渓谷もかなり大きいんですが、そこを五条新宮道路は巨大な高架橋で一気に駆け上がりました。それが七色高架橋、完成すると 2.3 キロというかなり長い橋で、山岳地帯の高架橋としては日本一の長さです。しかし、そんな立派な高架橋、突然終わります。バイパスが終わるからスピード落とせという合図の赤い線がたくさん引かれ、万が一止まりきれなかった人がいた場合、受け止めるようクッションがたくさん置かれています。普通に走ると何とも思わないで十津川の市街地へ向かっちゃうんですが、反対側から見ると結構物々しい雰囲気が出ているんです。大きなナタでぶった切られたような高架橋の断面、長野の三遠南信自動車道草木トンネルのように、工事を止めたわけではありません。工事が大変すぎるため数回に分けた結果、こんな状態が17年も続いているんです。あと数年はこのまま、奈良県に入った途端、十津川と名前が変わる熊野川の美しい渓谷にそびえ立つ七色高架橋。しかし、その高架橋が立つ場所はかなり険しい崖です。つまり台風とかが来たら大災害が起きる崖崩れ危険地帯なんです。そんな場所に紀伊半島を縦断する長さ130キロのミニ高速道路を作ろう。
とりあえず一番危ないところから作っていった結果、このようなことになりました。2005年に開通してから七色高架橋はこの状態が続きましたが、2020年に残りの5キロも作ることが決まります。つまり土地の買い取り交渉、そして工事の準備を今やっているんです。もちろん山岳地帯の工事はすぐには終わりません。少なくともあと数年はかかります。すでに17年間この断面のままとなっている高架橋は、あと数年間合計して20年ほどこの状態のまま十津川の渓谷にそびえ立つことになるんです。車の運転が上手な方は適当な路肩に停めて見に行ってみてください。見晴らしは最高です。そんな大変身を遂げようとしている国道168号を北に向かって進むと、やがて谷瀬の吊り橋という看板が見えてきます。高いところがそんなに得意じゃない私、行くしかありません。というわけで谷瀬の吊り橋をアクションカメラを持って渡ってみました。もちろん下なんて怖くて見れませんし、揺れまくるおかげで足はガニ股、すれ違う女性にクスッと笑われました。ただで渡れる吊り橋、苦手なのになんで行ったんだよと突っ込まれそうですが、この谷瀬の吊り橋は生活用の吊り橋の中では今でも日本最大なんです。吊り橋といったら明石海峡大橋や三島スカイウォーク、九重夢大橋の方が長いですが、明石海峡大橋は四国と本州の都市間移動、三島や九重は観光用の吊り橋です。そのため現在でも生活用の吊り橋としてはこの谷瀬の吊り橋が日本最大なんです。谷瀬の吊り橋がある村は十津川村。実は十津川村、吊り橋が60本以上もある日本一吊り橋が多い村でもあります。時は1954年、吊り橋の名前にもなった谷瀬地区の住民は困っていました。それは村唯一の幹線道路、国道168号が通り、学校、お店がある上野寺へ行くには、いちいち十津川の深い渓谷を登り降りしないといけなかったからです。毎日高さ70メートルもある崖を登り降りしないと飲み物一つすらも買えない。しかも川に架かる橋はただの丸太で、嵐が来るたびに橋は流される。安心して川を渡りたいと願った谷瀬地区の人はついに決心します。それがお金を出し合って巨大な吊り橋を架けることでした。なんと大卒公務員のほぼ2年分の給料を各家庭が出し合ったんです。現在の感覚だと5、600万をそれぞれの家がポンと出すようなものです。相当大変な出費でした。その大切なお金を集めて作った村道が谷瀬の吊り橋でした。その後メインケーブルを追加するなど補強工事も行われましたが、幅1メートルの板があるだけでかなり揺れる吊り橋は有名となり、年間17万もの観光客が落とすお金は十津川村の大事な収入源となっています。現在も大切な生活道路として地元住民に使われているため、実はこれだけ巨大なインフラ施設なのに通行料はタダなんです。十津川と新十津川、十津川村といったらもう一つ有名な話として、大量の村民が北海道に移住した話があります。先日 JR の線路が廃止された。現役だった時も列車が1日1本しかなく、終電が朝の10時だった新十津川町です。彼らはどこに住んでいたのか、それは谷瀬の吊り橋の下を覗くとわかります。十津川の河川敷、水の量と比べて異様に広くないでしょうか。この巨大な河川敷が、元北海道新十津川町民が住んでいた場所なんです。明治22年の十津川で起きた巨大な鉄砲水は凄まじく、河川敷にあった集落のほとんどが流されました。犠牲者は168名、家を失った人数は3000人にも上りました。途方に暮れる中、もういっそのことアメリカのハワイにでも引っ越そうかと考えた結果、最終的に移り住んだのが北海道の新十津川だったのです。七色高架橋十津川村のお話はいかがだったでしょうか。国道425号シリーズはこれでひとまず終わりです。また十津川村には全線乗り通すと6時間もかかる日本一長い路線バスが走っていたり、隣の五条市に入ると7割まで作って廃線となった鉄道五新線の跡地も見えます。ナビにも出てこない怪しげな高架橋が見えたら、それは国鉄五新線の跡です。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。